石油コンビナート地帯の事故防止に努める川崎市消防局に各種の点検器具を備えた全国初の特別査察車が誕生しました。これは石油化学工場などの査察強化を目的に編成されたプロジェクトチーム特別査察官の機動性を高めようと購入されたもので、工場の立ち入り検査などに威力を発揮しています。この機動力をフルに利用、いつでもどこへでも急行、事故現場の原因調査、平常の安全点検に大活躍の特別査察班。超音波を利用したパイプやタンクの安全調査、ガス漏れチェックなど、続発する石油コンビナートの事故に備えて、今日も安全確保への努力が続けられています。